じゃんけん工場です。はい、皆さんこんにちは、白です。宮瀬かかんです。そちらです。はい、というわけでこちら当たってんの、今日からモンストマルチじゃんけんがね、はい、来ましたんで早速4人でやっていこうかなと思います。まあ、一応ここにね、まあ、遊び方書いてありまして、ここで報酬ありますね。まあ、0勝10流玉、1勝オーブ3個、2勝オーブ5個、3勝でオーブ10個、4勝で30個、5勝で、オーブ50個と、あと賞金2億円山分けになります。まあ、5勝する気で。これはもう積み重ねじゃないですよね。あ、そう、そうですよね、積み重ねじゃない。その勝利数に応じて、うん、やったんですよね。いいですか、準備は。はい、これ5勝しないと2億円の権利ないですよね。ない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 。 OK です。マルチで挑戦する。これマルチで参加でいいのかな。マルチで挑戦する。じゃあ3球読んで、はい、いきます。募集する。すごい、来ないですか。キャラ大事だぞこれ。え、来ない。いたんだけど、え、キャラ大事ですかこれ。キャラってこれフレンドのやつになってます。確かに。あ、フレンドのやつになるのこれ。わかんない。いや、違います。なんかの戦闘のパーティーのやつになってる。ちゃんと願掛けよ。じゃあグーで、オールマイトのグーで。じゃんけんっぽいやついましたっけ。ゴン。全部、全部グー出せよ。ゴーン、じゃんけんっすね。マルチで挑戦するって、検索するするのか。ああ、来た来た。ホストがメンバーを確定すると一緒に挑戦する人。ああ、はいはい、OK。おお。まあいいよ。あ、募集が見つかりません。募集が見つかる。いきますか。ちょっと待ってください。いや、ダメです、ダメです。はい。はい。じゃあいいですか、準備は。OK です。まず1戦目スタート。お、すげえ。このメンバーでじゃんけん挑戦しますと。決定するとメンバーを変えることができて、ね、よろしいですか。いきましょう。 ID むっちゃ出てるし。おお、なるほどね。決定って来てる。決定、はい。 OK OK。 お、来た。すげえ、こんな感じなの。勝負。じゃあ自分いきますね、これメインで。はい、一発目だよね。はい、別々なんだこれ。自分で行くんじゃないか。ゴリー勝ってる。何言ったっすか今。チョキチョキ。じゃあみんな順々に行ってこいよ。行きましょう俺、うん、負けました。え、敗北。え、チョキで勝ったんすよね。チョキで自分勝った。俺パーで負けた。パーで負けた。相手がチョキだった。どっちか。相手がパーだった。相手がパーだった。ただピロさんも相手がパーだった。いや違う。あ、そうそうそう、相手パー。ということで俺も相手がパーの確率が高い。あ、違う、相手が俺チョキだった。俺相手がチョキだった。相手がチョキだった。だからピロさんのじゃんけんした感じだって今俺。なるほど、うん、はっ、チョキいきます。あ、アイコだ。負けっす。負けだ。はい、それじゃあ故障の夢だったら腐ってなくなったのこれで。いや、初手あ、負けました。嘘。嘘。いや、こんなもんでしょ。これ書いてくれ。こんなもんでしょ。ちょっと待って。一生だよね、でも。一生。字汚いな、俺。あ、俺やるよ、これ。え、意外に。何出したんでしたっけ。え、チョキ。あ、わかりやすい。ですね。ここでいいか。で、俺が、パー出した。これもチョキ。はい、僕グーです。グー。で、分かりづれえわ。相手が何気出したかにしよう。いや、ま、勝ち負けだけだよね。うん。はい。OK。手前じゃないですか。え、相手が何出してるから終わりだね。いらないんじゃない。だって、こうなるとトータル取れないでしょ、この4人じゃ。はい。はい。見えるかな、こんな感じでしたね。はい、行くよ。じゃあ、見えてる。いいっすよ。行きます。次。わあ、負けた。負けた。ご賞終わり。終わりだね。ご賞終わりっす。俺ら2億終わりましたね。俺ら2億ぶどりましたね、これ。マジ。いきます。勝った。早い、ね。お。まあ、4勝があると、じゃあ。
あ、いきます。何で勝ちました？パーパー。相手グーだった。またチョキいきます。あ、相手グーだった。負けてんじゃん。負けました。ザコやりますき、今ザコ。なんでこの白星開けてないっすね。あ、アイコです。アイコ、アイコか。グーチョキで、こと相手次パーでくるな、これ。いきます。僕は自分の運をこれから乗り越える。ワイエーサブイチ引きますね。僕チョキでいきます。同点です。俺負けました。ザホやん。あ、相手待って、グー出してきて、消え割れしちゃう。ちょっとトイレに勝ってないじゃん。勝ってないですよ。珍しい。勝ちました。おこっからで、こっからマックス。ピロさんがまだ4勝がある。4勝あるね。いきます。はい。でも全員もらえるんですよね。もらえるですよね。ごめんなさい、衝動しないです、それ。大丈夫。よっしゃー、そういうもんだ。すごい。え、すごくないこれ。3分の1。あ、勝つとあれ。3分の1、3回引いてるってことですよね。勝つと緑っぽくなるんですね。緑になる、なってる。うん、なってる。負けたら点滅してない。勝ち。いきます。またチョキでいきます。また負けましたね。またグーチョキ。何も期待できないじゃん。助けて、助けて、助けて、助けて。で、またグー出してきましたね。あ、いいコース。おラスト、ラスト、4勝するぞ、これ。4勝って何個？ 30? 30だったかな。いや、5で50、30になったでしたっけ。5、いや、5で50。5で50、うん。よっしゃー、すげー。これ4勝ってすごくない？すご。4勝すごいよね。これ悔やまれます。悔やまれるよ。本当に悔やまれるわ。え、ちょっと待ってんじゃん。ちなみに、俺、全部同じの出してる。マジで、俺もチョキ全部出して負けてますよ。恨めや。チョキいきます。あ、一番最初だけ違うわ。あ、勝ちました。おぉ、勝ちました。ほんと？はい、ほら。おっと、いや、最後勝ちてんの、これ。負けました。こんなもんでしょ。マジか。じゃあ進めてみようか。面白すごい。じゃんけん、ノブ30、皆さんのとこに3勝2敗いってたます。10個。4勝1敗だ。30個、10個、1勝4敗、3個、3個。だから、じゃあ結構46個入ってるよ。すごくない？すごい、すごい。熱くない？すごい。これほぼピロさんだけどね。46個中30個ピロさんだから。10連分になるのすごい熱いな。ピロさん10個で、俺10個。3、3か。あ、すげえ！ナウピロさんの報酬が届きましたって来てる。お、ちょっと見てみよう、早速。あ、来た！え、ナウピロさん以外の報酬届いてないんだけど。え、届きましたよ、僕。あ、届いた。ちょっと見てみよう。43個。いや、すいません。どんどん来るのかな。それが自分のですね。そうだよね、うん、一回落としてみるか。オーブ3個連番に届くとちょっと悲しくなる。3、3、10、30とかだよ。あ、来てる。確かにこれはもうマルチでやった方があれですね。うん、うん、確かに賞金よりも完全オーブで考えると。うそうだね。あ、1人でも4勝ってだいぶすごい気がするけど。だって4勝の確率をね、そらくんっていうね、翔さんが出してくれたんですよ。うん、ちょ、見てみます？確率、じゃあ今回、ね、改めて。でかっ。まず、0勝の確率がすでに 13% あります。あー、まあ、2個あるからね、3分の2あるからね、うん、13% あって、1勝で終わる可能性が 37.9% 以上あるんですよね。高っ。35、ごめんなさい、32.9 だ。で、2勝の確率も 32.9 ぐらいで、うん、3勝が 16% 4勝が 4.1% で、5勝が 0.41。 5勝やべえな。で、1人でもらえるオーブの期待値が 5.75 ぐらいです、ね、そう。僕らが今もらったのが3個、3個46個なので、うん、割る4して、そう、 10ちょいぐらいなので、相当期待値は超えてる。期待値は超えるっていう。ピロさん全振りで期待値超えてる。でもこれ3分の1を 2,3 回当てるのも結構きついじゃん。きついですね。きついじゃん。でさ、3勝して10個なんだよ。俺と鳥くんも一緒しかない。確かに。ほら、案外しょうもない。案外、うん。まあだから4人やるから、その分確率が高いってことですよね。
まあ、この確率が高くなる、うん、そうですね、この1人跳ねる可能性が高くなるですね。これはまあ確かにみんなでやった方が賢いな、うん、いや絶対いいと思いますね、うん、これ1人でやったら3個で終わりになる。1人でやったら終わりね。ありがとうございます。しかもなんか今ちょうどこの時点で一人でやるとなんかね落ちるみたいなんですよモンストが。それ多分ねそうマジ使いってあったと思うんですけど、ソロでやるとそのなんかねマジそうそうそう、これそう公式からもお知らせあったんですよ。煽りじゃん、煽りじゃん。それにねなんかいやうんあれした方がいいですね。マジで隣のサバーカさん俺ソロでやろうと思ってんで、どうしよう山分けになっちゃう。はい、というわけで意外にあでも結構あれだったっけ、トリ君がツイッターで喋ったら誤称してる人も10人ぐらいいたんだっけ。すごい、いたんじゃないか。10人の時点だけだったらまあ2000万か。そうだよ。まあさすがにそれはないけど、すごいな、すげえな。これ毎日やってんだっけこれって。いや1回じゃないですか、期間中1回、1週間ぐらい期間があって1回ですよ、ね、あじゃあもう1回だけなんだね。うん、1回だけですよね。毎日これ、毎日これはないよ。毎日やったらマジでやばい。どんだけ金とかすのみたいな。1週間14億とかしてるから、ね、だったら確かに一生悔しくなってきたら、うん、そうかそうなんだ。俺の一生あげたいっすもん正直これ。確かに、うん、確かにね、移行できればいい。はい、なんでまあコメント欄でね、はい、何勝しました、これしましたとか、友達やったって人結構いそうだもん、ね、確かにね、うん、何人できましたとか、それできましたとか、はい、いろいろありましたらぜひよろしくお願いします。まあでも意外に盛り上がったねって言ったらちゃんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もゲームラジオ4からお送りしました、じゃんけんこぞうでした。しゅうでした。みなせかさんでした。おるちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。こっちで行く意味あんまないね。うん、いやそれだって僕ら3本だった。いやそのなんか画面的にさ、そうですね、そうそうそう。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。